皆さんこんばんは。麻雀デラックスモンド21杯の時間がやってまいりました。本日は第15戦後半をお送りいたします。対局者は安藤充さん、新津清さん、小島武夫さん、飯田正人さん、解説は、まあ、抜け番といいますか、対局をすべて終了いたしました金子正輝さんと私土井康明がお送りいたします。さて、ファイナルですね。いよいよ最後ですね。優勝者が決まります。現在のトップが、安藤さんプラス25万4700点、はい、2位が飯田正人さん16万6000点、その他がですね8万8700点です。そうですね、安藤さん、先週トップだったんですよね。その前に2回抜け番だったんですけども。そうですね、はい。安藤さん個人では通算3連勝してて、飯田さんも安藤さん抜け番の時2連勝してまして、かなり追い上げてきたんですけどもね、でもその差が8万8700点ですか。ちょっと苦しいんですよね。苦しいですね。トップを取ると、馬の2万点と、丘の2万点、トップ賞の2万点ですね。合計4万点入りまして、はい、まあ、安藤さんがラスだとマイナス1万点、あ、マイナス2万点、ね、3着だとマイナス1万点と、まあ、そういう差し引きをしてもですね、飯田さんがトップで安藤さんがラスの時でも2万8700点差が必要と。よろしくお願いします。3着の場合は3万8700点差が必要なんで、まあ、ちょっと安藤さんやっぱり有利ですよね。そうですね、まあ、飯田さんが安藤さんをもう直に狙えるような展開になって初めてですね。ただ飯田さんは積もっても安藤さんが上がらない限りは、安藤さんをラスにするチャンスもあるわけですからね。他の2人からの値上がりだと必然的に安藤さんの順位が上がっちゃいますので、そうすると点差を広げなきゃ、相当広げなきゃ優勝ないんでね、苦しいと思いますね。まあ、いずれにせよ飯田さんが逆転するか安藤さんが逃げ切るかと、最終戦は。トニートプチーチャは、リッツさんです。以下ナンチャ飯田さん、シャーチャ小島さん、ペーチャに安藤さん、ドラが9層ですね。ドラ9層ですね。オーラスが、オーラスの、まあ、親がペーチャ、いわゆるペーチャが飯田さんだとまた面白い展開があったかもしれないですけど、安藤さんですから、ここはもうさっと手締まりできるだけに。安藤さんはね、点差に合わせてオーラスの親は脳天で終わりますからね。これも飯田さんはもう難波の親でどれだけどうつなぐか、いろいろゲーム展開も考えなきゃいけないところですかね。小島さんも早くミシャン君ですね。3層か9層引くと1通の連敗ですね。ほとんど決めてますね。そうですね。でもマンズ4、5、6、7で残してますから、マンズ5のんびればリアンソーイースを落として単品系と、いうことでマンズの連続系残してるんですよね。他はちょっと手が重いですよね。重いですね。飯田さんはこれでちょっとは頭ちょっと重いことは重いですね。まだ一面積もないですからね。数は落ち面白いですね。6チッパーの3色なんですかね。3色のも残したと。3層は3枚山に来てますね。引くかもしれないですね、小島さん。飯田さんパワーピン重なって、これでチートイツ目ですね。すね、これ磯つもぎりでしょ。飯田さん統一4つですからね。ただ、重そうに見えても統一戦の場合は統一のつもりの流れに乗ると早いんで、新津さんもこれでチートイツのイシャンテンですよね。全体的に統一版の時は瞬捨ていくら早そうに見えても結構遅い時ありますからね。飯田さんもしかしたらこれで新津手に切り替えますかね。飯田さん、切り替えないでしょ。これは6枚切るんですかね、1回。このツモの感じは統一ですからね。飯田さんさすがにこれ瞬捨てにはしないと思いますよ。それと3品2品ですか。3品2品打つと十分あるでしょう。あ、チャーソーと予想外れました、ね。これでチャーソーちょっと分かんないですね。
ちょっと遠くなりましたね。やっぱいやパーワン引いたからね、面瞬津が一つできたわけですから、その感触でちょっとだいぶ調光してましたけどね、チャンス打ったんでしょうけど、これあ、カンサンマンも引いてるね、まとまりにくいかもしれないですね、うん、これ小島さん時間かかってますね、アンズの全体的に縦相撲が入ってきたからですかね、うん、小島さんの後継もすんなり入ってこないって形ですね、うん、これだったら先に安藤さんはこれはもう安藤さんリアマン打ったということはもう手締まりですね、うん、あこれも基本は打たないんだな、あペン酸素、これはペン酸素相当山に残ってますね、3枚丸行きですね、小島さんリーチにかけるんじゃないかな、あの最終戦点差ということを考えて ね、あやっぱりリーチ行きましたね、酸素3枚残ってますからね、日産ドラ短期に最終形になりそうなんだけども、あローピンアンコになったね、これ白チューンは共に、白が1枚、チューンは1枚も切れてませんね、これ叩いていくんでしょうね、いや叩かないでしょ、あそうかドラがあるから、ドラ孤立じゃ無茶ですね、叩かないけれども、で2枚切れの牌が統一がないんで叩かないけれども、スーアンコは一応狙っては見るんでしょうね、あ安藤さんのところに1枚行きましたね、あと2枚ですか、お兄さんも折れちゃいましたね、うん、兄さんやっぱり自分のでここのところを3回連続ラスだったから、ラスでもポイントも離れてるし、まあここは、あんまり割って入らないようにと、もちろん手が入れば行くんでしょうけれども、こういう時に無理してという意識はあるんじゃないですかね、うん、パンソさあ酸素積もってきてもなんかおかしくないな気はしますけどね、兄さんドラ重なったね、うん、一応ペアは打つんだけどもペア3枚切れてるからね、チート打つだったらチートドラドラテンパイだったなっていうような感じの積もり方だったけども、皆さん手が止まりましたね、うん、パーピン4枚切れだからね、9ピン打っても良さそうだけどね、ションパイのチューンだからな、もう打たないでしょかと言って、さすがに手際ですか、9万も通ってない、うん、あと酸素2枚いるんだよね、いいんですよね、しかしこれがもう一回積もがあるね、もしかして積もるかもしれないね、急速今頃暗号になっても遅いね、なんか下打ちしてますけどね、まあさすがにここはもうあれでしょうね、うん、ああそれでも切れる範囲じゃあったのか、みんな今頃になったって感じですけど、これ積もるのかな酸素、今頃になった、あこれポン入っちゃうかな、ポン入りましたね、どっち打つんだろう、3万か右腕か、これチューンも1枚生きてるんですよね、生きてますね、もう酸素こっちへ行っちゃったね、まあ対面からのポンですからね、小島さん積もってたわけじゃないんですけど、立局ですね、立局ですね、はいはい、チューンと酸素は山に1枚、親の三井さんと小島さんの天敗です。
安藤さんと井田さんの点差は全く開いてません。あ、そうか、点数は土井さんがやるんですよね、うん、大丈夫ですね、画面で見えるし、ね、見える見える、本場さえ間違えなきゃおじまさんの上がり方なと思ったんだけどね、うん、山に3枚いたからね、リーチの時にね、他にちょっと手重そうだったしね、887でしたっけ、887、帰ってね、競ってるよりもね、こんだけ点差があると、あんまり焦って仕掛けて上がってもしょうがないなっていう気持ちがあるからね。皆さんやっぱりこういう時はね、じっくり腰に据えていくタイプだしね、そうと思いますよ。ただ親の時はもちろん目いっぱい行きますね。トイン直一本場は、ドラーパーソですね。はい、んそまあ、まあ割と。飯田さんでも結構後継ですよね。うん、9万打って、ああそうですね、これでもういいじゃんってね、うん、安藤さんも親の日産もなかなかいいよ、ちょっと小島さんがさっきやった白と両万のいいじゃんって、白は安藤さんから出たけどポンしませんでしたよね、あこれもそうそう、うん、これ、うん、だからさっき言ったみたいにあんまり動いて上がりに行ってもしょうがないからね、通奏にくっつくっ、例えばスチーワン引いて、チーワン引でも引いて白落として無理やり単品系とかそういうことはしないと思いますよ、うん、無理に手を高くしに行っても、要するに自分に勢いがあるかどうかだから、ええ、無理に高くしに行ってもしょうがないんですよね、自然に高くならないと。お、日産いいな、急速、もうチャンスをかどうする、やっぱり急速を打ちましたよね、持ちかけましたけどね、うん、やっぱり単品3色のイシャンテンだからね、チャンスから打ちたい気持ちは分かるけれどもね、ドラ表だからね、要するにジャントが欲しいわけですからね、あここで白打ちましたね、打ちましたね、さっきリアンピン打つときちょっと考えたみたいだったけどね、手を膨らませに行きましたね、まあ、これ安藤さんだったな、あこれ安藤さんか、単品3色のイシャンテンは日産じゃないんだ失礼しました、日産はねちょっと割と苦しんでますね、はい、ペンサンソンにドラのパース持ってきて、うんうんうん、どうするかっていうとですね、あ、テンパー入りましたね、休めですね、これで6球満ですか、これはリーチいかないですね、うん、飯田さん、やっぱピンズ、チーピンを引いたところでね、白を打ったのはやっぱピンズの相撲に感触があったからだよね、リアンピン引いた時もそうなんだけども、それでウーピン引いて、これでサブロー9ピンとスチワネイシャントンだからね、9-1、安藤さんの9-1小島さんに取ってたからね、ちょっと時間がかかるかもしれないですね、うん、で、飯田さん第1巡目に切ってるから、あと1枚でしょ、飯田さんこれどうするの、うん、これも小さく切っちゃうんですかね、小さく切るでしょ、うん、チートイのイシャンでもあるからね、あ、出た、小島さんまだ9-1出ないと思ったけどね、言いそうとか思ってるからね、安藤さんがピンフのみですね、1000点終わりました、飯田さんちょっとおっしゃったね、安藤さんにしても6球は薄かったんだけどね、安藤さんにしてもこれが最終形じゃ ないですよね、今のは、いや最終形十分でしょ、これで十分、うん、ウーピン積もってリアンピンの方がいいっつ、いや贅沢なあんまり関係ないんじゃないの、そういうのは3色になろうがなる前が勝負には、うん、いや点差があるからとかそういうんじゃなくて、こういう自然の上がりが一番いいんじゃないかな、まあ無駄はねまるでなかったですね、うん、だから要するにリアンピン引いて6球で上がったわけですよね、一番自然な流れだからいいんじゃないですかね、リアンピンだろうがウーピンだろうがあんまり3色とかがどうのこうのって関係ないですよね、うん、これで飯田さん親なんだけどな、
今のあの後継の手配をがすんなりまとまっていくようなツモで勢いになりたかったよね。安藤さんツモいいよね、やっぱり。実際もちょっと外寄りですね、うん、これちょっとこの親は苦しい、苦しいかな、ね、うん、あれ飯田さん国士行ってるとどうだったんだろう。1,2,3,5,8,9,10 10種あったんじゃないか。1,2,3,4,5,6,9 種か。国士には行かないよね。想像5,5,6,7って光景あるしね、うん、まあ、想像はどう伸びとかですよね。トン、うん、あ、トンはもう飯田さんやっぱりあれだよね、こういうところ丁寧だからね。今回で最終戦だけどもね、飯田さんのこういう親番で丁寧に打ってって大連ちゃん、あの大物手に結びつけたっていうのを何回か見てますからね、うん。小島さんトンポンですね、うん、まあトンと白を甲乙にして二役本一と、飯田さんこのドライイーストでも重なればまた楽しみなんですけど、ね、これ本一できますね。いやもちろん、まあ、もともと本一してるんですよ。もう早くからウーソースーソーリアンメンターズ落としてますからね。安藤さんが小島さんと新津さんはね、点差が離れてるから変な形の上がりをができないっていう意識があるんですよ、新津さんでもね。だから意外と手が遅くなることはありますから、うん、だから安藤さんもこれ積極的に自分で行かなきゃいけないっていう意識はあると思いますよ、新津さんもこれ仕掛けましたけれども、仕掛けましたけれどもね、やっぱり想像の本質に行くでしょ、うん、これやっぱりで小島さんマンズこうやって本質行きますよね。やっぱり手配がどうしても重くなりますよね。といっても小島さんも新津さんもマンズと想像結構引いてますけど、うん、引いてますけどやっぱりどうしてもこういう風に形を作りに行きますから遅くなります。あ、でも引くな、よくどんどん引くね。普通遅くなりそうなもんだけどもね、うん、うん、これで白がもし交通になるようだったらね、うん、あ、安藤さんね、いいシャンですね、いいシャンだね。やっぱりあのマンズの2356に4引くっていう感触がいいよね。いいですよね、うん、飯田さん一方、飯田さん1245でとど、うん、まってる。その後切りにくいでしょ飯田さん。しかしあれなんであれチーピン打ったのかね、ジャント候補なのにね。もうイーソーに決めてるんですよね。いやだからイーソーを例えば打っとけろは形が悪いけれどもね、1245これサブローワン引けばいいシャンってなったわけですよね、まさか小島さんのマンズを警戒してっていうわけじゃないだろうから。まあ上茶だからね、小島さんの手を進めると親も流れちゃうってことだからね。あ、小島さん天板取りましたね。3万とこれしかし取るのかな、取んないかなと思ったけどね。チーしない方が結構高級だからね、あ、いいスーソー持ってきましたね、安藤さん。いや、そんなことないんじゃないの。ピンズの方がいいんだよ、想像の本質がいるんだから。あ、そっか、うん。ただ、だから山には残ってるけどね。あ、そうか、あ、山にでも、スーソーは良くないね。飯田さんにウソはあんこで1枚切れてる、でリアンソーは1枚切れてて、ニッチさん使ってるから、うん、残り2枚。これは割とハマりパターンだから、いや、ハマりパターンというより、もともと安藤さんだってこの場を見ればね、ピンズをみんな切ってるわけでしょ、ピンズがいいっていうのは分かってるわけですよ。ただやっぱり3、4の両面ターツを落としていくわけにいかないからね。だから安藤さんもこのツモはよくいい段と思ってはしないですよ、うん、小島さんしかしこれよく転配取ったね、3万と白でね。取らない方が上がりそう、上がれそうだったけどね、まあ、どっちみち白をコーツにして満貫で上がるっていう意識だから、それだったらもう3万と白のシャンポに取っといた方が、うん、どうせ白を交通にするならね一緒だからね、どんな形であろうがね、まあ、関して、うん、飯田さんが聞いたね、キャンソーになりましたね、うん、これマンズだからマンズと相当が最後残ってるからね。ピンズはだから要するに、うん、メンツができやすい色だから、ね、ないですよね。ああ、でも9万くらか、強気に行くしかないのかな。いやいや、強気っていうよりも強気じゃないですよこれ
強気なりイソ打ちたいんじゃないの一番広いし これイソをカンドラに1枚めくれたでしょ、ええ、うん、ああここまあ、チーワン打つでしょ。小島さんに打ちづらいなんて言ってらんないんじゃないのかな。打たないのかな。打つよね。ああ。なんとなく飯田さん苦しいながらも連チャンしそうな気はするんだよね、うん、なんかこうやって言ってると安藤さんリアンソーテンパー入ったけどもリアンソーさっき言ったみたいにあんまり良くないんだ、うん、辛いですよね。ただしリアンソーまだ2枚残ってて小島さんもが引いても積もぎるだろうから、ね、2人で積もってるようなもんだからね。リアンソー上がりになってもおかしくないね。あれの形じゃない、うん、あテンパ入ったね。リアンウソだ、ね、うん、オナテンだ。残り2枚のリアンウソね。小島さんこれで新津さんがね相座余らせてきたわけだから、ええ、あ積もったね。やっぱりもう白をコーツにするっていう最初からのあれだからね狙い通りだね小島さんね、うん、2004歳ですね、うん、こいつだから白をコーツにするつもりなら、もう後継も具継も関係ないもんね。ですね、3万自分で1枚使ってる3万との担保だろうがなんだろうが、狙いは白だからね、極端に言えば3万からでもって形ですよね。は極端に言えば白に狙い絞るんなら片割れからでも3万もともとあんこ使いだったね。いやいや3万をポンすると一数倍になっちゃうから白はジャンドになっちゃう、うんうん、いやそのあれでいくと3万が1枚枯れてて片割れなくなってても点数大事な点数最終戦この点数が大事なんですよ。点数245195誰なの195小島さん見えない3局レイホームですね。親は小島さん、うんうんうん、小島さん3人にトップ目だね。飯田さん親流れちゃって苦しいね、あ小島さんが小島さんっていい手ですね。いやいい手なんだけど前順3ピンのトヨトとしてんだよね。統一4つからね、統一4つからいきなり3ピンの統一に手かけてんだよね。で今リアンピン引いたんだけども面白いよね。全然打ち方が違うよね僕とは、うん、ドラ何だったっけこれ E1、うんうん、飯田さんドラ入りメンツ完成してるじゃないですか。統一も統一打つだからね、おお小島さんこれとも、まあ、ダブトンかでも親かダブトンですね。ダブトンだけど、うん、もうなかなか打つんだろうなきっと。一泣きかけませんでしたしね。あれあ一泣きかけなかったから今度は狙い目にしちゃったのかな。あれなんだろうこれ二刺しの三色三色目もちょっとあるんじゃないですか。刺し後二刺し、うん、おお。じゃあそのなんだ数ピン打とうとしてるのかな。やっぱり1ピン打つかちょっと考えてたからね。6万かな、うん、これでリーチこれでダブトンのパン、ね、あれだけどね、なんで単品にしなかったのかね。だからトンに一泣きしなかったんで狙い目にしちゃったんでしょうね小島さんが。狙い目ってことはリーチってこと。ええ、あリーチかけましたね本当にね。一手代わり3色もあるんだけどね、うんうんうん、まあもしダブトンをで上がるつもりなら、ええ、3色にならなくても十分点数は高いですからね、ええ、相田さんチャンスワンコにしたけどどうすんのかなこれ。
小島さんが4万リャンマン手出しだから、あ、スーピンはとりあえず現物か。そうかそうか。チーピンとトンのシャンポンですね、うん、これも筋だけどなんかこうちょっと押し気味に感じますね。やっぱり新津さんはやっぱり手島早いね、うん、安藤さんこれで3色で3点、ね、ただし9番は3枚見えてる、ドラヒオに1枚めくれてるから、この6枚打つんだろうね。サブローは通ってるんだけどワンチャンスか、白がやっぱり誰の手のうちにも入んないからまだね、残ってるからドキドキしますよね。安藤さんちょっとドラ積もって困ってるかもしれないですね、チーピンも1枚ね。安藤さんそんなに無理に押すだって気はないんでしょ。これ E1 でも引けば押してみようかなっていう気はあるんだろうけど、ここで降りるんでしょうね。いや降りるというよりも、だからまだいいシャンテンですよ、でも、だから降りるっていうんじゃなくてだからそんな無理に3色でとか、そういう無理にお好きはないんでしょ。大井田さん、これ何に打つの、チューン打つのかな、それともリャンマン打つのかな。3万も通りそうだからね、リャンマンノーチャンスだからね、ペン3はないからね、うん、どっち打つのかな。ただ E1 引いた時にちょっと熱いからね、どっち打つのかな。想像には手かけないと思うけどね。リャンピン打つってはないんですかね。リャンピン打つかならチューン打った方がいいですよね。どうせジャンとならね。ただね、統一手はもう無理だよね。三層数層やっぱりちょっと手かけられないから、あ、やっぱチューン打ちましたね、E は2枚いますからね。お、引いたね、これね。これ追いつきましたね。これリーチ打つでしょうね。このリャンウソはどうだ。リャンウソはね、ちょっと薄いことは薄いですね。安藤さんにね、リャンウソはあんこでね、ニーツさんからね、40枚に1枚切ってますよね。あと2枚ですね。まあそうとは言っても小島さんの方も枚数的にはなんで2枚なの。ウソって1枚しか使われてないよ。小島さんに1枚だよ。で、切れてないよね。だからウソは3枚いる、3枚残ってる、で小島さんのトンとチーピンは1枚ずつ、2枚、2対3だね。安藤さんも今ドラ引っ張ってきましたね、カウンサーでテンパイです。飯田さん、スーワンが1枚も なかったんだから、強い入ってきましたね、すごい、入り目はすごい。あ、チーピン掴んじゃった。あ、これ安藤さんか、飯田さんじゃないんだよねやっぱりこれ飯田さんが上がると結構面白くなるんで、どうしてもなんか飯田さんの方を応援気味にちょっとなりますよねどっちが優勝でも別にあれなんですけど、これ出ましたね、あれ、あ、安藤さん打っちゃったの。あ、チーピン筋か、両方の。あれ、安藤さんそんな押さないと思ったけどね。リーチ、裏1、裏1、サンキュー、これまだ条件戦になるのは早いんですけども、安藤さんが豊上してラス目になっちゃうと、飯田さんはどんどん積もがってトップになるとトップラスという、そういう並びができちゃうんですよね。安藤さんだっていくら、あ、そうか、安藤さん今カウンソーテンパイだったんだ。カウンソーテンパイだった。もう安藤さんの豊上はないと思ってたから、なんか油断してたけど、そうだ、ドラ重ねてカウンソーテンパイで入ってたんだね。あ、そっかそっかそっか、チーピングラをしても不思議じゃないね。小島さんウーピンと9番あんこだから一丁狙ってやれと思ってんだろうね。他に統一はないけど狙っちゃうんだね、とりあえず、まあ、23ね、これね、ファンパイ2つ統一でね、多分でもね、あれ統一、統一、一色手か統一手に行っちゃうんですよ。まさか2役2000点っていうの上がりはね、多分ね、あら小島さんね、一つ重ねたでしょ、絶対狙ってると思ってるはずなんだよな。これは、トーンはもうすでに安藤さんと、これ、ニーチさん、これね、安藤さんとニーチさんのもちもちですね。
西さんも G1 から手かけたでしょ、絶対に一色点いきますよこれ。一色点か統一点か、飯田さんだいぶ苦しいな。あ、小島さんまた重ねましたよ。うん、だからもう最初から狙ってると思って、このつもりはゾクゾクしてんじゃないの。あ、急走から打ったね。チャーソーからじゃないのかね。あ、そうかそうか、飯田さんがやっぱりチュンチャンパイから来てるから、もしかしたらボクシーかもしれないっていうのもあるかもしれないな。西さん、想像ボコボコ引くね。飯田さん、国士ですね。いや、飯田さんは別に、やっぱりこの小島さん、端打つね、イーソーとキューソーとね、イーソーは1枚切れてるか。安藤さん、ほとんどチートイツの方が強いのかな、意識的に。西さん、これドラ聞いたけど、え、つもぎっちゃうの、うん、じゃあもう一色点いくつもりなんだ、西さん、統一で嫌いだからね。飯田さん、これ、イソを1枚打ったってことは、多分国士に行くってことだな。メンツっていうか、普通に上がりに行くつもりなら、まあ、もちろん普通に上がりっても、こんなドラも何もないってじゃ重すぎてしょうがないんだけども、イソを統一落ちしないでしょ、普通に上がりに行くんなら。もうこれはちょっともう苦しいと思ってるからな。本牌そう簡単に出てこない。ああ、小島さんまた重ねた。これでいいシャンテンですね。つもり数アンコの。これ本牌そう簡単に出てこないから時間かかるから分かんないですよ。いやいや、どっちも入れてきてもポンしない。あ、ニッサンはポンするのかな。ニッサンはまあチンポンありえなくはないですけど、ニッサンはそこでもう先にドラ打つってことはさ、これマンズがみんなの捨て牌から見てリャンワンってすごい一番安全そうなんだよね。だからもう一色手に行く前提で、あ、小島さんパーソースもぎるでしょ、これ急走持ってるしね。安藤さんもチートイツのいいシャンテンですけど、スーピンかぶっちゃったね。やっぱりね、一番素直に手作りできるのは安藤さんなんだけれども、やっぱり不気味ではあるよね、みんながああいう捨て牌してくるとね。肩や一色で、肩や数アンコ、肩や国士だもんね。やっぱ打ってる方は痺れるよね。よせ、切るだ、やめろ、統一手だよ。嫌いなんだからもう統一手が。もう小島さんもう言ってるんですよね。もうやめてよみんな。全体的に統一場なんだから。西さん、ちょっと数アンコぐらい狙ってみない。ペアも切るだろうね。あ、リャンマンか。ペア安全牌じゃないんだけどね、飯田さんの素直にですね。リャンマンの方がよっぽど安全牌なんだけどね。3枚4枚切れててね、なんでだろう、よくわからんね。おチーピアンコになった。これでメンツ手のいいシャンテンでもありますね。飯田さんなんかまだ行ってるね。もう降りてるのかと思ったら、まだ一応国士のあれなんだね。これで、あ、でもまだか。西さん、やっと面本チートにいいシャンテン。嫌、ね、だ、嫌だと言いながらチート室になってくるんだよね。だってみんな統一場なんだもん、これ。チート室になるに決まってるのに。リャンマン、寄せ切るなって言っても、リャンマン切ってるんだけど、確かにチート室先輩だけども、それじゃ意味ないんだよね、はっきり言って、西さんね。そういう手じゃ上がりたくないから、そういう天牌入んないように先に切っちゃうんだろうね。さすがに面本チート室なら嫌いだって言っても、天牌取るでしょうね。うん、小島さんの牌も残ってることは残ってるんですよね。うん、残ってるね。これはパッポイさんのかな。さすが小島さんのしないと。いや、しちゃったな。したそうか。しちゃった。あ、もうしょうがないってやつかな。1枚目はポンしないと思ったけどね。でも親だよ、これよく考えた。あ、そうですけどね。積もれ4000オールだよ。ね、ポンするよ。ポンしてだって数ワンって絶対残ってそうじゃない。数ワンはもう確実ですよね。いや、安藤さんに使われてるかもしれないけれども、安藤さんの手牌も統一手だとは統一手に見えないね。でも全体的に考えて統一場だからね。
チャオソウモは残ってないのか、スワン1枚だけどね。ほら、兄さん、チートイドラドラ積もってたじゃん。だからさ、いいじゃん、チートイドラドラで。いや、もう気持ちはよくわかるね。二人の優勝争いを、あんまりね、うん、無理してね。という意識あるだろうからな。普通、いくら嫌い、どうして嫌いな兄さんでもチートイドラドラになってたと思うんだけどな。あれ、飯田さん何これ、イシャンテン違うよね。違いますよ、ね。リアンシャンテンか。リアンシャンテン。まだやってんだ、飯田さん。うん、やってるね。どうやら臨機応変になりそうかな。うん、あ、安藤さんの数万個イシャンテンだけど持つもないですね。あ、兄さんが飛びましたね。うん、あ、兄さんのとこ行っちゃった数万、ええ、うん、で、臨機小島さんの一人テンパですね。うん、あれだから兄さんに行ったっていうことは小島さんが積もってた牌だから天敗止まりだね、どうしてもね、最後だから。さすがに親だからポンするでしょ、あれ。また連チャンですね、小島さん。連チャンと今度日本馬、今度日本馬か、日本馬でしょ、今度日本馬だよね。はい、点差点差。さっきは一本馬はどうなったの？これでしょ。それ間違いなく。まあね。まあまだ点差どうのこ。399小島さん。401だ。あ、そうか。だから一本馬だよこれきっと。日本馬？日本馬の401。トン三曲、日本馬、親三九、飯田さん三九五じゃないや、ごめん、175合ってる。235、あ、2325、ここはちょっと違ってるかな。あ、189合ってますね。はいはいはい。うん、トン三曲、日本馬、親は、小島さんの連チャンです。ドラは白。飯田さん、パーピン引いて考えてんのこれ、何言うとか。ローソー打った、純ちゃんだね。純ちゃん三色含みだね。そうですね。うん、やっぱこういうローソー打たなきゃなんないってことはやっぱり苦しいんだね、点差的にね。お、三色いたね。じゃあスーソー打つってことだね。これでも純ちゃんですね。純ちゃんリアンシャンテン、純ちゃん三色にもリアンシャンテン。うん、安藤さんが何アンコにしてるの、うん、安藤さん何アンコだからね。これつまんないセーファーですね。うん、小島さんドラの白を引いたね。リーピンから打った、うん、安藤さんも白持ってるね。安藤さん白持ってるね。ちょっと長引くかもしれないですね。うん、日産手が早いんだよね。早いですね。これあっさり。まあ面前でテンパってリーチ打つんならまあしょうがないかなっていうのがあるね。飯田さんこれあれか、そうかそうか。どこにもう一メンツを求めるかだよね。一数ピンはしょうがないとして、あとリアンマンかチーワンに。あ、小島さんや三ピンダイレクトに引いちゃったね。リーピン打ったらね。うん、ペイからなんで打たなかったのかね。上だからね。あ、白重ねましたね。小島さん白重ねた。こうなると1ピン痛いね。1ピン痛いですね。あれ、2ピンの方がいっちゃうの。1ピンまだ2枚残ってるんだけどね。あ、安藤さんがテンパー入ると白が出てきてポンした時にマンズのピンに小さんが痛かったっていうことになるかな。うん、ピン出したりしますね。でも9層持ってるんだよな、小島さんね。え、6球層の9層も振り手なんだよね。あ、
3人差ちょっともうおかしかったな。あ、いいピン引いたぞ。これでどうすんだ。急走がだから要するに2枚切れてるからチャンスを打つよね、パースを引いても急走ないから順茶の天敗とは言えないからね。パーワンなら順茶の天敗だからね。あ、ポンしますね。それで、安藤さんはカウンワン、カウンワン、小島さんにアンクですね。もうこれで天敗変えるとこでしょうね。あ、分かりましたね。それでローマンパーワン出るかもしれないね、引き方によってはね、飯田さんの G1 がどういう運命たどるか、うん、これどうすんだろう。あ、パワー打つと補充だな、急走一番、あ、パワー補充だ。え、安藤さんが何のみ、1300が、うん、これいい上がりだね、安藤さんね。1900ですね。さっきからは小島さんまだ出そうもないような牌が出るようになってるね、うん、やっぱり今小島さんピンズの123痛かったなって思ってるんじゃないかな。トン4局、安藤さんの上です、うん、ここで安藤さんが飯田さんを突き放すようなことになるとちょっともう決まる形になりますね、安藤さんね。あ、みんなちょっと手が重いかな、うんうん、安藤さんがツモ次第でダブトン間に合わせるって形ですね。ペンチーソペンさんは A3 ピン、飯田さんの手牌が一番なんか軽そうなんだけれども、飯田さんでもこれ安藤さんの上だから3000、6000ぐらいかぶせてやろうと思ってるから、そう考えると結構大変だよねこの手牌じゃ。そうなると飯田さんはチートイツが現実的な狙いになってきますかね。いや、それはツモ次第でしょ。いいペコもあるけど、だからツモ次第だから、これは早めに統一には、例えば223の2とか、そういうのには手かけないと思いますよ。あ、3万引いてね、妻は統一の手の方に来たでしょ。今3万引いたからもう統一手が見えてるけども、うん、例えば数万引いて2差しの瞬殺ができたとしてもヤンマンにはなかなか手かかんないんですよ、
イーペーコーの形は、うんうん、だからまだまだどっちにも決められないってことだよね。安藤さん、そうなきましたね、うん、あ、これでどうも、これでチーテイスにシャンプーだね。パワー1から打った。まあ、パワーに、あ、バリーもう3枚出たら重なるようはないんですよね。うんうんうん。6万、お、テンパだね。テンパ入りましたね。うん、統一手はね、流れに、統一場 の流れに乗ると早いんだよ、テンパ入るのが。とりあえず白タンクですね、借りてんだけど。あ、安藤さん、ドロー重ねたね。そうですね。うん。飯田さん、ドラでも引かないかなと思ってるだろうけど、ドラ引いたらえらいことだね。残り1枚しかない。うん、そうですね。うん。今は3枚切れてるよ。え？これちょっと、これ見落としでしょうね。いや、違うんじゃないの？ん？今は3枚、全員の現物なんだ。要するに、白短期の借り手に上がる気はないってことだよ。あ、白短期のまま、1600出上がる意識がないなら、安全牌持って、飯町が来るまで、うん、引っ張ってた方がいいと安全帯で、うん、だって例えばこれ E1、E1 をねリーチ入れるかもしれないですね。いや入れないでしょこれ総数高いからだから E1 が例えば2枚でも、E1 待ちの方が、E1 が2枚しか切れてなかったとしても、E1 待ちの方がいいとは思ってないはずだから、あの、あ、E1 待ちで上がろうとは思ってないはずだから、うん、だから変える理由はそれしかないんだよ。見落としじゃないんだよ。E1 打つんじゃないかこれ。テンパイ取らずね。うん、これです。これだからもう一つアンコになれば、アンコになっちゃえばね、アンコまでいっちゃうと。うん、だからもともと借り点じゃ悪気ないんなら、うん、一緒なんだよ。3枚切れの E1 短期では1枚もないわけだから、うん、アンコの嘘でチート打つで待ってても、お、ほらね、さあどれを切られますか。これしかし面白いね、これね、場に切れてるのはリャンマンですね。3万打つんじゃ、あ、ちょっと待てよ、1枚リャンマン切れてますね。面白いなこれな、うん、何打つんだこれ。スーピンも切れてますね。スーピンも1枚切れてる、3万かね、スーピンか。あ、そうか、みんなの切りマンズが入ってるからな。なんかマンズの下はなんかありそうですよね。あ、お、これ面白いぞ。スーピンはちょっと分かんない。あ、スーピンそうだ、なかったんだ、安藤さん使ってるんだ、うん、さすが飯田さんだね。しかしね、これね、あそこで3枚切れの E1 短期、あれ見落としじゃないですよ。だから年末視聴者には勘違いする人いますからね。あ、だって土井さんだって見落とし、見落としだとか言って言ってたじゃないですか。見落としじゃないでしょ、だって理由がないもん。勘違いしなくたって E1 短期上がる気はないんだよ。これに3形取りに行くんですかね。いや、これね、あれ、うん、あ、リアンピンは確かに良さそうなとこだな、うん、これなんだ、ペー酸素打ったか、ペーは山に残ってるのかな、うん、しかし気持ち悪い捨て合いというか、うん、これいや、こうなっちゃうんだよ。だから、ね、小島さんも兄さんも、ね、ただ単に上がればいいって思ってないから、形を作りに行くでしょ、ね、そう、こういう捨て合いになっちゃうよ。で、安藤さんだってダボトンと言ってたけど、なかなかファンパイ出てこないし。そうですよね。あ、来ました、ね、あ、来た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 、これ積もだよ、絶対積もるよ。だって誰も使ってないじゃん、うん、飯田さん積もるよ絶対これ。だってあのもうなんか3枚切れの E1、 あ、小島さんに行っちゃったかさすがに。でもさ、これすごいよ。でもこのパイプはこのね、これはでも勢いはありますよね。勢いあるし、3万はなんか積もりそうな気がする。だから3枚切れの白、E1 を引いた時、白打ったとこからのね、で、嘘をあんこにした時にね、E1 打ったとこからね、で、スーピンが、ないスーピンを取り取ろうとしたとこから、とにかく全部すごいじゃん、うん、ね、こんな麻雀打てる人がいるんだよ、世の中にはね。わー、びっくりした。わー、漫画見えたからね、9がちょっと見えなかったけどね、これすごいよ。しかし積もる積もんないじゃなくて、これはね、見ててね、
見てる価値っていうかね、すごい価値があるよ。でもこれ上がれる人ちょっといないから分かんないですね。きっちり間に合うかもしれないですね。安藤さんポンした。あ、ポンした。安藤さん今ポンしないのかなって言おうとしたら、このポンでどうなるんだ一体。引き抜いたりして。このポンで安藤さんが食い取るか、対面同士だよね。あ、これ兄さん。食い取るか、食い取るか積もらせちゃうか、どっちだ。これ兄さんが上がるんじゃないもしかして。え？いやそんなことないな。しかし兄さんもちもち。これどうなんだ、ね、どうなんだ、これ面白いよ。あ、これ安藤さんテンパった。これでニーチさんも安藤さんテンパったけどさ、うん、あれトンはどこに行ったんだ。トンはあれ、あ、トン心配だ。あ、うわ、取ったし。うわ、これはこれあと何回積もるのこれ。トンの上がりかな。トンのやっぱ上がりだね。あ、強いですね。安藤さん強いね。しかしね、あ、3万はドラヒョウ派だったんだな。3万ドラヒョウだよ、あ、3万ドラヒョウってか、あ、そうか、小島さんに行ったのは2万だから残りは3万だったんだ、安藤さんすごいね、これね、よく仕掛けたね、しかしね、やっぱり起きた仕掛けですよね。自分で決着つけに行かなきゃっていう意識なんだろうな、怖くてポンできないかもしれないね、直撃打っちゃうかもしれないしね。4000オンですね、ポンないと分かんないですね、最後の3万に向けが分かんないね、だからもしかしたらね、安藤さんが2ワン仕掛けなかったら、あ、まあ、飯田さん積もってたかもしれないし、うん、まあ、飯田さんのトンをちょっとポンもしづらいですもんね。今の曲はでもね、すごい曲だったよ。飯田さんさっき言ったみたいにやっぱりすごい打ち方してたし、うん、安藤さんもね、あのスワンはね、やっぱりなかなかポンできるはずじゃないよ、ね、だって仕掛けてもトンの先付けでまだしかもテンパじゃないんだ、しかも打つ牌が G1は筋とはいえさ、イーソーも取ってないんだから、うん、ね、その2つを打ち切るつもりでポンしてるわけでしょ、しかもテンパじゃなくて、しかもトンの先付けでね、あそこでね、なかなかポン僕ならできないね。ポンできる人少ないじゃないかな。やっぱり精神力が相当強くないとできないし、自分で決着をつく、このだからこのぐらいの点差だったら黙ってたらまくられると思ってるのね、うん、すごいよ。それでね、テンパ入ってすぐトン積もるんだからね。安藤さんどう思ってんのかね、今トンス持ってね、当たり前だと思ってんのかな俺はこういう力で買ってきたんだって。うん、そうですね、しかしたまたまうまくいったとは思ってないんだよね。あ、もう次の曲入ってるから前の曲のことはまああれだけど、いやしかし今ので、ね、結構ね、今の曲が一番やっぱり勝負どころだね、飯田さんのスワンコロ、安藤さんのね、自信とかないと仕掛けられないでしょ。しかし、あの手をテンパったね、飯田さんもすごいけどね、安藤さんもすごいよ。まあ、一応これで4000オール引いたから、ええ、もう相当安藤さんの優勝は濃厚になったけれども、ね、なったけれども、その なる伏線がすごかったよね、今ね。ええ、怖いね、すごいね、しかしね。感知しそう、テンパ入りましたね、安藤さん。もうちょっとこれは、いやいや、もう安藤さんね、ここは緩めないと思うよ、うん、だって全局あそこで仕掛けられる精神状態の人間がここで緩めるわけないんだから、たとえどんなことがあったとしても、これテンパは外さないのかな。あ、基本打ってるか、うん、基本打ってますね、うん、だからこのまんまで、うん、あ、リーチ入れましたね、リーチ入れた、ええ、これ緩めないね。だから要するにさ、普通だったら嘘を引いて、うん、ね、イースーチアーソーに手代わりするか、ローソーパーソーを引いて、ね、イースーチーワンローソーかイースーチーワンパーソーに手代わりするしてからでも十分だと思うじゃん、うん、だってダマでも上がれるんだから、ね、それをここでリーチ打つっていうのはもう緩めないと僕は言ったけど、ここまで緩めないと思わなかった、フランドさんの勝負哲学ありますよね、おそらく、うん、勝負哲学っていうか、もうやっぱりこういう精神状態に自分を持っていける行かなきゃやっぱり勝てないよね。だから自分で気合い入れてるつもりだけども、そのなんていうかな、なかなかこういう気持ちにはなれないもんだから、いくら気合い入れてる自分ではつもりでもね、うん、ここでリーチ打ってるっていうのもすごいよね。
安藤さんでもリーチかけないとドラの数枚引いてたんだ。そう。まあそんなことは関係なしにね。そんなことはそんな手代わりは だって誰だってもうすぐに思い浮かぶんだから、ね、思い浮かばないのはあそこでリーチ打つっていうのが方が思い浮かばないと思うんだよね、うん、うん、しかしすごいね、ここでリーチ打ってるんだから、これはね、なかなかできないんだよ。あ、でも飯田さんに言っちゃったか、でもすごいねとか言いながら、でもすまん引いたねとか飯田さんに言っちゃったねとかさ、もう積もる積もんない関係ないよね、関係ないよね、すごいよこれは。まあ自分で優勝できなかったのは残念だけど、この麻雀見せられたらやっぱりもう今回はしょうがないなと思うね。まあ次回は僕が優勝するけどね。何を分かるの？まあ、ね、大事な話してる。いやまあ来年だろうが再来年だろうが来月だろうがいつでもいいんだよ。もうとにかくやっぱこの麻雀を見せられたら燃えないわけにいかないよね。うん、こう麻雀打てる人がいるんだよね、やっぱり世の中にはね。チーズ1枚残ってることは残ってますね、うんうん、リーチの時点で2枚だったけど1枚入っちゃったからね、飯田さんにね、うん、小島さんも転敗、ね、入りましたね。残りいつも1回お転敗取らずだね。あー集まりましたね。集まったね、うん、うん、強いね、うん、4100リーズモタイヤをドライ1タイマタ4100ホール、ね、うん、だからもうほぼ決まりましたかね、うん、これで安藤さん、まあさすがに決まったね、さすがにラスはないですからね、うん、ラステリーもうもうちょっと安藤さんの緩めないっていうの見たいね、もう一曲ね、もう一曲ちょっと見てみたいね。もうナンバーはいいからこの曲見たいね、ナンバーはいいからとか言って飯田さんに怒られちゃうな飯田さんが猛練習したりしてね、それは当然あれだけど、うん、安藤さんの緩めないの見たいよ。あれ二差しの3色十分見えますね。いや二差しの3色とかそういうのはいいんだって、3色はいいんだって、3色なんかじゃなくて3色なんかだって安藤さん狙ってこないから、自然になる3色はもちろんするけど、3色狙ってる、この今の状態で3色狙ってるから相当ぬるいってことだからね、うん、緩まないテンパイが一番最強なんだから、その緩まないテンパイを見たいよ。無駄なくきっちり、うん、もう緩まないテンパイ、テンパイそくり見たいね。次の安藤さんの相撲楽しみだね。なんか安藤さんの男しか見てないな困ったもんだな、うん、ちょっと他見どころが今ないですよね。ここはちょっと安藤さんの手順ですよね、楽しみなのは、うん、これマンズかピンズのリアンカン嫌うよ、2差しは狙わないよ、2打つよ2、どっちの2打つんだ、うん、ああリアンマンか、2差しは絶対狙わないんだ、だからこういうのは
二刺し狙う、三色狙ったらもうめちゃくちゃぬるいよね、ここで、うん、これは今の視聴者は参考になりますよね。ああ、もう絶対に打つよ、でもピンズ、マンズもピンズも246だからさ、ね、どっちを打つか分かんないんだけど、それをちょっと考えただけで、うん、絶対にかける手かけるよ。こういうの見せてるとあれですよね、三色が入らなくなっちゃいますよ。え、三色が入らなくなっちゃいますよ。三色なんてもともと狙っちゃいけない手役なんだから。三色を狙ってね、三色を狙って手牌を、要するになんていうかな、三色を狙うっていうことで角を限定しちゃって手牌が伸びる方向に伸ばせていけない打ち手がどんだけいるの世の中に、うん、ね、三色なんかちょっと流行ったためにそうなっちゃったの。まあ、角を強制、強要するっていうか、ね、そう、角に寄って手牌を作るのにね、手牌を決めちゃって自分で角を限定しちゃってどうすんの。来た角によって手牌を作るんだから。二三天敗だけど困ったねという感じの天敗だね。まあ、落ちるの積もったら上がるんだけど、ね、うん、いいかい。あれ、リーチ打たないの。あ、打たないですね、今度は。なんで、いっそ3枚切れ、うん、なんで安藤さん。小島さんの転売だ。転売りましたね、うん、リーチ打つと、あ、安藤さん追っかけリーチだな。あ、うん、あ、今一発積もっちゃいましたね。よせよ、ほら、リーチだよって今そういう積もり方してるでしょ。うん、あれ、あ、積もったよね。振り手に近くのかと思ったら横にしたから。なんでそっくりだよ、安藤さん。なんだよ、しかし、まあ、緩まないでそっくりだって言ってたし、やっぱり天敗そこで積もったけども、うん、でも途中の手作りは相当参考になると思うんだよね。あの、ハイパイから総図に勢いだったからね、うん、総図に寄せてったあたりね。今のリーチかけなかったの分かんなかったね。なんでだろう、うん、ちょっと気に入るんだかな。疲れちゃったんですかね。あのね、いや、そうじゃないんだけど、そうじゃないんで。安藤さんね、今のを騙されて積もったっていうことは、その前までは俺は緩まないのを見たいって言ってたけど、今度は絶対緩むよ、この曲。うん、何本バカも分からなかったな。点数書いてないですよ、これ。点数書いてる、うん、3本バカだと思うんですよね、うん、トン3曲。あ、まだトン3曲、うん、え、トン4曲。安藤さんね、もうトン4曲ですね、うん、トン4曲ですね、うん、安藤さんもうね、その全曲であんまたね積もがったっていうことが、絶対ずっと心の中に残るはずだから、もうあのさっきみたいなダブ、あのその数万本のダブトンの先付けを積もった、あとカンチャソでリージいった、そういう緩まないのはもう打たないよ。一曲ああいうことを、あのああいう風にダマで積もっちゃったら、いや、もう十分だと思ってるのかもしれないし、うん、確かに十分なんだけども、あ、オッパンですね、だからもう、まあ、あんまりな、これ連チャンしても表彰式で自分のしゃべる時間が少なくなるかとか。いや、そんなこと考えてないけど、うん、もう、あれだね、多分さっきみたいなもう張りはないよ。まあ、この曲は誰かが悪いな、自分の上がりじゃないなと思ってんじゃないかな、うん、全曲リーチかけて上がったからってこの曲のハイパイとかツモが変わるはずはないんだけれども、ただ
心の持ち方が違うよね。で、換算分のテンポですね、うん、面白いね、麻雀ってね。兄さん、これどうすんだろう。ここはもう軽く上がってもいいと思いますけどね。いつも形ではいいシャンテンですけど、これはシャンテンにしたいな。テンパ外そうとしてるんですかね。そうでしょ、テンパすんならリアンピンでしょうね。うん、リアンピンだね、やっぱりパーピンは打ってるけどね。7ピン重ねてリアンパーワンっていうね、うん、うん、後で安藤さんに聞いてみたいね、感想戦の時ね、イースチャーソンなんでリーチ行かなかったかね、うんうん、このハンチは感想性ないんですよね。ないんだけどね。表情しですね、うん、見てる人にはね、それ聞かせてあげられないの残念なんだけどね。お、リアンパーティーフリテンだね。リーチ打つんじゃないかな。でもフリテンリーチですか、うん、だってこのリアンパーティーはツモの流れから言うとなんかすごい積もれそうじゃん、うん、ピンズ横に伸びてるからね。やっぱりあリーチ打った、あリーチやっぱりやっぱりリーチ打ったねって言おうとしたけどリーチ打ってませんね。今小島さんからするともうリーチを打つのは3色になったからと。これで奪い切ってリーチですか。うん、3色になったね、うん、ということは3ピンのままだと積もってて、そこでフリテンリーチ行ってたかもしれないんだよね、うん、でも小島さんもやっぱりあんまり安い手でっていう意識はないだろうから、高い手作りってるんだけど、まあ高い手を作る上での手筋としてはすごい参考になるよね、ただ年がら年中こういう打ち方をすれば安藤さんテンパ入りますけどね。緩めますか。緩める、あでも3万は打ったか、うん、3万ってまあ小島さんには通ってないけどもね、まあ、パーマもウーワンのノーチャンス、うん、じゃないワンチャンスだね、うん、パーワン2枚切れてるね、2枚切れですね、うん、アンドさん、アーチャーする気がするな。いや、このまま行ったらそんなことないでしょ。アンドさんだってもうさっきと違ってもどうしても上がろうという意識はないもん。あのでもミスチャンスをリーチかけてるとこの手配多分違う最終形になってるよ、うん、差し子でも上がってたなという思ってるかもしれないね小島さんね。リアンピンって残ってるんでしょこれ。ない。1、2枚切れてるか、うん、2枚切れて安藤さんが1枚使ってって2、3に1枚、うん、使ってるか。安藤さんすんなりテンパイ壊したでしょ、だから最初に言ったみたいに、もう全曲みたいな張りはないよね、うん、あ、また入っちゃった。ちょっと待って待って、よくテンパイ入った。またテンパイか、チュンってどうしたんだ、うん、飯田さんが1枚、あ、やばい、残ってるね、残ってる、緩めても緩めても上がってしまった。いや、だからもうリーチとか、あ、ツモないのかな、ツモあるよね、ありますよね、うん、さっきと違って
さっきとだから明らかに違うでしょ。はい、テンパイはまた入ってるけど。積もりましたね。休め。休め。休め高めはないんだよ。よく積もってるね。まが。いやもちろん小島さんから見ればあと2枚ね。あ、リアンピン近い1枚切れちゃったかな。メンタンピン積もとライチ。2004やっぱりこの曲は全曲までの安藤さんと明らかにちょっと違うんですね。それはもう始めなく前から分かってたけど、いや別にそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、もうこれが動く普通だよね。難入ですね。ニュースの上です、うん。難入のところで、得点はどうなってますか。ナンバー早いんじゃないかな。さっさと終わりますかね。いや飯田さんの応援以外は飯田さん4400、安藤さんが47500、うん、その差、その差は4万点以上あって、さらに最初の条件があるわけだからね、うん、途方もなく上がんなきゃいけないからねさんもノンテーマに近くなってきましたね。小島さんもテレビで綺麗に上がるところを見せるというのがまずテーマになったんでしょうね。飯田さんチートアップにしたんですね。これ一番切ってくのかな。テンパイありましたね、うん、これででもこれ、あ、E1 取り通した。あ、そうかね、点差離れすぎてるのかな。要するに点差が離れてるから、あの大きく狙いに行くっていうのが普通の発想かもしれないけど、うん、もうちょっとね、飯田さん自体ちょっと諦めてるのかもしれない。これ、あ、ローソンドラッカーでも、ね、ね、まあ、飯田さんは次親番だし、ね、こういうところをチートイツの転売が入っ一発だって大物手を仕上げたって、ええ、それ意味がないんだから、もう勢いつけて親でワッと連チャンするぐらいしか可能性はないわけだけども、だから飯田さんってこういう時って転売入ったら転売入ったで素直に上がる人なんだけど、うん、あまりにも点差がやっぱり離れすぎてるのかな。これよく何切りに出てきそうな手配ですね。そんなこと言いそうしか切りようがないよ問題になんないよあれパーピン答えてよくありましたよ、ね、何パーピンって、なぜパーピン。あ、二差しと一差しさ、ずっとね両手見かけてくるんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど、そういうね、でその先にリャンピン切って、うんうん、イースローピンとかね、そういう何切るってありましたよ、ね、今さんもこれ3色あんまり変わらないからリーチ打つかもしれない、要するにもうこれで3色はさ、もうかなりね、もう鬱陶しいよね、うん、やっぱりもうしょうがないだろうっていう、こういう先輩でリーチ打って上がる分にはもう、安藤さん、しかしこれでトップ取ると安藤さんの対局抜け番を挟んでたけども、うん、一発もだ、うんうん、もう、うん、これはこれでもうね、一三二六今のではなしですね、うん、面白いよね、振り手のウーピンを引き戻して一発もってこういう流れがね、マージャンにはね、よくあることだけど、小島さんがリーチ一発ピン普通まで1300、2600です、うん、だからさ、あれ老朽ピンを先に引いちゃうと、リアンピンの振り点に とりあえずなって仮点なんだけども、その
リャンピンもまあもちろん薄いし、リャンピンの2234の振り手じゃ絶対いかないだろうけど、うん、その薄い方の2234の方先に引いちゃうんだからね。やっぱり、うん、流れとしてはやっぱりこういうのあの今の現時点の点差とか抜きにしたらああいうのやっぱり即利打つべきだよね。さて何曲飯田さん最後の絵です。おでも飯田さんいいじゃない、うん、ここからどう差を詰めていくか、うん、どう差を詰めていくかって上がるしかないですけど、うん、これもう4万点以上で安藤さんが例えばラスにならないとしたら、ええ、その前がね、88.7 あったわけだから、ええ、トップと2着って30違うんだよね。ということは6万点近くの差を縮まなきゃならないんだ、ええ、飯田さんが仮にトップを取ったとしてもこれ10万点必要ですね。だから10万点必要なんだよ。10万点はね飯田さんがまくってトップだとしても安藤さんが2着だったら、ええ、安藤さんに6万点差をつけなきゃならないわけだよね。今現時点で4万点差をつけられてるんだから10万点上がんなきゃならないからね。さすがに飯田さんもね、うん、まあ上がり続けてればいいこともあるさということで、こういう時に限って早いピンフの2つのイシャン点だってねまあ別にまあそれが何だという、うん、何かいやいや何かしてもしょうがないから、飯田さんの性格からして、まあ、テンパイ入ったらリーチというごく普通に打つんじゃないかな、ドラは初ですか。ただこう今みたいな形になるとちょっと3色目とかあって高くなりそうだなっていうふうに見えちゃうから、まあね、あれだけどさっきの形だったらね、これがサブローマン切るんでしょうね。安藤さんもリノミでも何でもいっちゃうでしょうね。もうあここはまあ役なしで騙しててもしょうがないわね、あだん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 高くなってきたね、これでいい好含みもあるしチャンス打つんじゃないの。何飯田さん考えてるのかな、うん、あ先に打った、それはどういう意味だろう。よくわかんないけど、もうちょっとね詰まってたらね、面白いですね。もうリーチリーチってただ攻めるのみだから、あの G1 近代でチャンスを切るはずなんだろうけどね、チャンスを切る理由はやっぱり点差がちょっと離れすぎてるっていうしか考えられないよね。安藤さんやっぱりリャンソー3層かチーピンパーピン重なったらリーチ打つんだろうね。そうね、うん、チャンス果たさないな。やっぱりロース持ってきたらまた振り点でもいいと考えてるでしょうかね。え、飯田さんですか。飯田さん、うん、飯田さんはだってロース持ってきたらリャンソー切ればいいじゃないですか。リメンツに振り点にはなんないでしょ、どうやったってならないけど、インペーこう崩れやすくなっちゃう。いや強欲に行けばドラッカーここで違うそうだね、うん、飯田さんもやっぱりこの打ち方見てるとちょっとさすがに諦めてるね、うん、可能性はあるとはいえね、さすがにねマンジョさんもちょっとテンパりませんね、うん、さっさとテンパるかと思ったんですけど、モニーチさんももうここはもうリューファー切らなきゃしょうがないでしょ。うん、誰、うん、いや、飯田さん、あ、飯田さんそうだね、うん、南野さんもさっさと酸素切っちゃいましたね、うん、え、
あ、そうかそうか。嫌われてますね、皆さんも。皆さん仕掛けなかったですね。まあ仕掛けてもいいシャンテンだから。もう普通仕掛けそうなもんだけどね。安藤さんがサブローマンテンパイですが、安藤さんサブローマンって振り手でしょ。振り手ですよ。振り手だよね、うん。まあしかもまあ役もないですし。飯田さんも警戒したのかな、サブローマンは決めたのは。どうなんだ。うん。小島さん貫禄ピンテンパイありました。これは飯田さんの現物だから打つかもしれないね。6万の方打った。小島さんの方を警戒してんだね。ドラポンの方が嫌。小島さんはなんかピンズテンパイみたいだもんね。サブロー9番テンパ入って、これリーチでしょ、うん、やっと新さんもあの、形ができたっていうリーチだよね。そうですよね。あ、まあ上がれる上がれないはあんまりあれだ。あの本人もそんなに9万3枚切れてるしね。あれ2枚かな、9万は2枚ですね、切れてるのは。まあ今年この形になればしょうがないっていうリーチだろうね、うん。レイダーさんが追いかけるチャンスね。まあリーチ打たないとしょうがないよね。もう勝っても負けてもね。これ集まったな。小島さんが集まりましたね。これでも対局、もう消しましたね。これみ、いや、というよりも見るからに飯田さんなんか見てて上がれそうな感じしないもん。今ね、これ小島さんかね、新津さんが上がるんだろうなとか言おうとしたら小島さんが積もって、積もって。なんか結果論で言ってるみたいで嫌なんだけど、今小島さん積もる前に言おうとしたんだけど、言おうとした途端に小島さん積もっちゃったけど。何の3曲、小島さんの前です。さっきナンバー入った時言ったでしょ、ナンバー早そうだなって、飯田さんの親以外は。これもう飯田さんの親は。小島さん、もうレンチャンしに行くのかな。やっぱりでも形作りに行くと思うんだけどな。小島さんは20万点ぐらい必要ですか。安藤さんまくりには飯田さんまくりにはそんな必要ないよ。飯田さんと小島さんの点差って知らないんだけど。あ、トップラスでもしかしたらなんかひっくり返ることも可能性あるかもしれないですね。あ、十分ひっくり返るんじゃない。最後小島さんだって浮いてたんだし。浮いてますもんね。100ぐらいの差があったのかな。いや、そんなことはない。100、230があったな。勝負点は2着争いかな、そうすると。安藤さん、さっさと。安藤さん、さっさとクイズ。ナンポンしましたね。ダブナンポン。さんは、ダブナンちゃんと3色狙い。カニランマンを注意していいシャンテンですね。小島さんリアンピン向いてんだよね。リアンマンも浮いてたけど。まあでも小島さんにしてみれば、やっぱりここはもうリアンピンも打つしかないからね。
うん、でね、うん、まあ小島さんと飯田さんは130ポイントくらい下がったから、さすがに2着は変わんないね。小島さんいらない連品だけど、さすがにそう絞ってるね。そんなに簡単にね。でも飯田さんが連品打ったから合わせるかもしれないね。合わせた C ですね。おうまくダブダンちゃんと3色がなくてテンパるもんだな。理想ってしかもこれ山に全域じゃないの、もしかして。あ、全域です ね全部生きてるね。強いですね。楽って言ったら失礼だけど、いやいやもう、うん、なんていうかな、これリャンピンでしょ。あ、リャンピンだ。やっぱり食わなくても入ってたんだ、うんうん、で、スッチアテンパですね、うん、いつできたんだろうね、もうスキルがいっぱいでしょ、いやでも薄そうだね。薄いですね。薄くないか、薄くないか。小島さんが4枚使ってて、新津さんが1枚使ってるだけだから3枚、まあ、まあ平均的ですね、残り方としては。うん、3枚か。あ、いいぞ、丸引きましたね。また漫画打っちゃったの、飯田さん。箱手抜かないんださ。そんな嬉しそうに言っちゃいけないけど、ラブナンちゃんと3色、まあ、しょうがないよね、でもね、ラブナンちゃんと3色、安藤さん8000点です。箱店じゃないですね。ダブナンス、あ、ちゃんとか。ダブナンちゃんと。その前に箱店だったらしいですもん。あ、さ、最後。最後オーラスですね、安藤さんの親。さ、最後だから。先週と今週と安藤、飯田さん、飯田さんと安藤さんがほとんど並んでマッチレースだったのを、先週安藤さんが3品オーラスで3品短期のチート率を一発でラッサイの3品を一発ずつ持って裏ドラ乗っけてね、トップ取って、今回はちょっと差を広げて迎えたわけですけども、最終戦もまた安藤さん圧勝で、圧勝ですね、うん、飯田安藤の対決は安藤さんの圧勝で、ここはやはりあれですか、うん、こう安藤さんには緩めないで打ってもらいたいですか。もう緩めるでしょう。でもドラドラ同時で入ってますね。あ、本当ですね、飯田さん、あ、リャンソーしたか、なんかもうリャンピン打つのかなと思ったけど、ダメだな。あ、チートイツイシャンタになりましたね、うん、ただやっぱりみんなそうなんだけども、安藤さんだけじゃなくて、やっぱりその与えられ、うん、勝負だけじゃなくてね、勝ち負けじゃなくて、こうやってテレビで打ってるわけですから、見てる人に参考になる手筋を打ちたいなっていう意識はみんな必ず持ってると思うんですよ、そういった意味で最後、まあこれでまた連チャンしたらみんなに怒られるんじゃないかなっていう、そういうのもあるだろうけども、ただ与えられた手材料はやっぱり、うん、生かすんじゃないかな。安藤さん無闇に手配を崩して上がり放棄っていうこともないでしょう。オーラスの上だから、あの脳天って言えば終わりなんですけどね、うん、でもなんかあれだね、待ち頃の9品とか、あ、リュウハとかあっさりそこ切ってるね、リュウハ待ち頃ですよね、なんか9品なんか残してチーピンとか切り、あ、そうかそうか、分かった、ごめんなさい、飯田さんがやっぱりほらチュンチャンパイ切ってるから、飯田さんにやっぱり国士だから、要するに国士とかそういうなものを補充しなきゃ何補充してもいいわけですから、やっぱりそうだ、リュウハとか9品は先に切ります、そう切ります、すいません、私がアホなこと言ってました。
まあ薬丸打っても変わんないかもしれないけども、うん、そうだね、やっぱチュンチャンパイ残しに行くよね。まあ点数計算はできてるっていうか、もうしてないっていうか、うん、1300の差、うん、そうなんだ、そうだね、安藤さん上がる気ないのかと思ったら、そんなことないね。だからね、ね、八内いっぱいから先に切るよね、どう考えてもね。もう国士でも買わないんですよね。うん、でも飯田さんもう国士狙ってない、白打ってるし、まだ見たことないんですよ、国士打って優勝おめでとうございますっていうの。国士打って終わり、優勝おめでとうございますって言って手を挙げてると見たことないですね。そういう、あ、まあ、なんかバカみたいなシーンもいっぺん見てみたいもんですけどね。今9番打つんですかね。着々と13巡目ですか、うん、安藤さん、メンツのイーシャンテン取んなかったね。差し子って使えばね、うん、あれ6万、あれいつ、あ、数万いつあんことしたんだ、ごめんなさい、全然メンツのイーシャンテンじゃありませんでした、失礼しました。手配の解説はちょっといい加減になってるな。着々と順目が重なってきます。それしか言うことがない。着々と順目が重なる以外に、うん、強かったね、しかし安藤さん ね次回雪辱を。また来年の話が出てきましたよ。いや本当にでも 強かったし、いろいろ参考になるケースやったね、まあもちろんみんなね、安藤さんだけじゃなくて、もう いろいろ参考になるケースやいっぱいあったけどね、面白かったよね、うん、これまあ相当面白かったですみたいな、うん、いよいよ最後を迎えようとしてるね、あと1巡かな、もう一巡ありますね、うん、安藤さんつも2回あるテンパっちゃいましたね、どうするんですか。リチか、リチ打つと脳天って言えないから言えないですね、うん、チュンももう出てこないだろうし、最後パシッと積もるんじゃないの。だってチュンこれ2枚生きてるよ。ね、ああ生きてますよね、うん、小島さん打ってる、打ってないよね、積もったらまあ上がるんじゃない、上がっちゃうんでしょうね、あ積もんなかった、どうするのかな。でも安藤さん、配定があるのか、優勝なんだけど、配定、誰か地入れた、こういう入れなきゃ親だから入って、親じゃないか、あ、安藤さんが二人ポイ入れてるんじゃないのかな、あ、そうそうだ、うん、もう離れてるんだ、あ、配定回ってくんだよね、回ってきますね、配定でちょんだね、違う違う、安藤さんは配定じゃない、飯田さんが配定だよ、安藤さん親だったんだから、いや、安藤さんですね、二人入りましたもん、あ、下りか、そこそこ、あー、違いました、ね、あ、そこそこ、安藤さんだ、
そうだ、ポン入れたんですか。さすがにこれは脳天するんですよね。終わりですよね。脳天するものにもテンパってても脳天って言うんですけど、最後、ね、安藤さん優勝です。あ、でも今脳天バップで小島さんトップになっちゃったかな。やられたな、やっぱ。あ、そうなんですか。トップは小島さんに譲っちゃったんですよ、うん。まあ、いずれにしても着順は、うん、トータルの着順は変わりません。あ、変わりませんって無責任なこと言っちゃいけないのかな。無責任なこと言っちゃいけないね。小島さんと飯田さん変わってはいないんだろうね。さすがに、いずれにしても優勝は安藤さんです、の対局によりますマージャンデラックスモンド21杯、半年以上にわたって放送してまいりましたが、今日最終戦を終えて優勝者が決定いたしました。土井さん、半年以上の解説、はい、お疲れ様でした。ご苦労様でした。長い対局でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、そうですね、プロのマージャンというものが、まあ、見事に表現できたタイトル戦でしたね。毎回毎回皆さん表情が本当に真剣でしたよね。まあ、とにかくなんて言いますかね、プロの意地の張り合いと言いますか、とにかく、まあ、正直言ったところどころミスあるんですね、はい、これ細かい、もうそれを、まあ、ミスをミスと、認めない、まあ、謝らないですね、はい、謝らない打ち筋、それからそのミスを、まあ、うまくフォローしていく技術、まあ、そういうところはですね、このアマチュアとはもう全然、まあ、差の出るところで、そういうところは随所に、まあ、見られましたのでね、はい、まあ、つくづく、まあ、麻雀は人間が打つものだけれども、その技術もまた人間なりといいますか、まあ、プロの技が十分に見せれた、いい麻雀だったと思います。そうですね、はい、素晴らしい対局を見せていただきました。それでは表彰式に移りましょう。土井さんの方から6位そして5位4位の方の発表をお願いいたします。はい、6位は伊藤優子さん 252.7 ポイントのマイナス、5位が新津清さん同じくマイナス 164.0 ポイント、4位が金子正輝さんマイナス 68.6 ポイントでした。お一人ずつではお話を伺ってまいりましょう。まずは6位の伊藤プロから。はい、まあ、今回本当にもう完敗というしか、ちょっとないですね。まあ、やはりもうみん今日今まで戦った6人の方たちもみんなプロとしてね、一流の方ばかりで、まあ、その中で、まあ、一番負けちゃったんですけども、ちょっと悔しいとともにですね、まあ、いい勉強もしたかなと、まあ、そういう気持ちです。ありがとうございます。それでは5位の新津さん。はい、そうですね、まあ、途中まで、うん、まあ、いいとこもあったんですけども、最後の方になってバタバタになっちゃったんで、なんかやってるのないです。以上です。前半は良かったんですけどね。そうですね、残念でしたね。そして、金子さん。まあ、前半、まあ、何回か首位に立てた時もあるんで、まあ、4位で終わったのは非常に残念ですが、まあ、今日は優勝した安藤さんにすごいいい麻雀見せてもらったんで、まあ、あの麻雀見せられたんで非常に今燃えてて、今度雪辱をもう果たすつもりでいます。はい、またぜひ素晴らしい対局を見せていただきたいと思います。それでは、皆さんには4位から6位の皆さんにはパーフェクト TV のチューナーセットをプレゼントさせていただきます。お願いします。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもどうも、うん、どうもありがとうございました。続きまして今度は3位の方の発表です。土井さん、お願いします。はい、3位はプラス 94.3 ポイント小島武夫さんです。どうもおめでとうございました。小島さんはちょっと2着が多くて抜け出せなくて、ちょっと途中また良くなったかと思うと、ね、どうも2着と、ね、取り切れませんでしたね。全部は全部完璧に打てないからね、はい、ただ一つだけ言えるのはね、まあ今回のやつはね、自分の麻雀打てたなっていうのはある、まあ、完璧じゃなくてもね、うん、まあ、僕の麻雀は自分なり納得いくような形でね打てたなと思ってる。カメ
ラで撮影されてるというのと普段とまた違いますよね。いや僕はね見られた方がね燃えちゃうから。あ、そうですか。誰も後ろに見てないとね、なんかつまんないなって言ってね。じゃあその辺はね、はい、まあ、あんまり意識しないけどね。さすがプロという感じですよね、土井さん。おめでとうございました。ありがとうございました。小島さんには、モンド21杯の盾とパーフェクト TV のチューナーセットを送らせていただきます。どうもありがとうございます。おめでとうございました。はい、どうも。それでは土井さん、はい、第2位の発表をお願いします。はい、2位はプラス 104.1 ポイントで飯田正人さんです。おめでとうございました。もう最後は安藤さんとマッチレースになったんですけれども、まあ途中最後の方ですね、安藤さんの独走になりかけて、まあ、ちょっとつまんないレースになりかけたところを、まあ、持ち味というか、追い込んで、ちょっと、まあ、ほとんど並んだ自分の感覚では並んだに近い感覚でいたんですが、最終戦前と最終戦で負けてしまって、非常に悔しいんですが、まあ、負け方は自分では納得してるし、なかなか気持ちの良かった、いい負け方だったと自分では納得してます。はい、まあ、持ち味は出したと思いますので、はいはい、もう最後の最後まで私たちもハラハラドキドキという感じだったんですが、そうですね、まあ、そういう面では、非常に良かったと思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。飯田プロにはモンド21杯の盾とパーフェクト TV のチューナーセットをプレゼントさせていただきます。お願いします。どうもありがとうございます。おめでとうございました。さて、麻雀界のトッププロたちによる熾烈な争い、優勝者はこの方に決まりました。土井さんから発表お願いします。はい、優勝はプラス 286.9 ポイント、安藤満さんです。おめでとうございます。どうぞ。おめでとうございました。優勝でした。優勝された安藤プロにはモンド21ゼネラルプロデューサー吉田よりトロフィー、そしてパーフェクト TV のチューナーセット、そしてなんと賞金50万円が贈られます。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。安藤さん、見事優勝ということで、はい、おめでとうございます。50万円はどういうふうに使われますか？家族で旅行ですか？家族思いってことですね。はい、後ろの方に それでいいのかという視線を感じてますけど、小島先生でしたらこういう場面できっと、みんなで割っていくかっておっしゃるんでしょうけども、いいね、私の子供が怖いもんで、ね、それにしても、まあ、序盤前半からトップが金子さん、新津さん、安藤さんも入れ替わりたち替わりで、はい、最後の3連勝と2着が効きましたね。そうですね、まあ、なぜ今回は入る前に、近代麻雀オリジナルという、はい、雑誌で、僕が自選挙を書くってことになってまして、でその時にもうすでに優勝は僕がするって宣言して自選挙を書き出したもんで、すごくなんていうのかな、こう自分にプレッシャーをかけて、引いちゃいけないんだ、僕が優勝しなきゃいけないんだ、自選挙書いてる手前そういうふうなプレッシャーを自分にかけたんで、そのなんていうのかな、こう弱気になりそうなところでも、ダメだ、押さなきゃダメだとかね、すごく逆にプレッシャーがよく作用しました。今回のは見てても、まあ、ご自身打ってても相当最高に近いゲームだったと思うんですけれども、いや結構失敗してます。いやでもそれが分からないですもんね。未だにやっぱりね、覚えてますよ、6、7、8の3色、メンタルピン3色でドラが6万なんですけどね、そこでね、医者店の時にその7万を離しちゃったんですよね。あれがやっぱり未だに忘れられなくて、その後に、まあ、ドラパーマン引いてドラの6万引いて6球、その本当はね、ローソーで高め単品3色ドラ1のとテンパるんですけども、てんこしゃんこしまして、上がりを逃しちゃって、視聴者の皆さんにねすごく恥ずかしいマージャンを見せちゃったなと思って、それがいまだにこう心の中に残ってますね。やっぱりその失敗した方が優勝しても印象に残るんですか？
でも、というより自分でそのプロとして打っちゃいけない牌なんか打った時にはやっぱりこう残ってますね、厳しいです本当におめでとうございました。半年以上にわたって素晴らしい対局見せていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、半年以上にわたってお送りしてまいりました麻雀デラックスモンド21杯は安藤プロの優勝ということで幕を閉じました。現在の麻雀界を代表する最強のメンバーによる対局は大変見応えのあるもので、私たちに麻雀の楽しさ、そして奥の深さを教えてくれました。またいつの日かトッププロたちによる対局を見ることができるように待ってみたいと思います。次回の麻雀デラックスは装いも新たにお送りいたします。どうぞ次回もお楽しみに。それではまた、皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。